自己ベストは2時間7分18秒。今大会最速の男はケニア出身、戸上電機製作所サイモン・カリウキ27歳。今の調子はいいです。30キロちょっとペース上げて2時間7分と思います、はい、子供の頃から走ることが好きだったというカリウキ。8年前大学からのスカウトをきっかけに来日した。大学3年の時には日本インカレ1万メートルで優勝。卒業後も日本で走り続けることを選んだ。日本はグレートプレイスと話す。一番好きな食べ物は何なんですか？唐揚げ定食食べた。この日もお昼は唐揚げを食べていた。所属する戸上電機製作所は佐賀県に拠点を置く。この日は豊富のコースも想定し、アップダウンの激しい7キロのコースを5周。ペースを崩すことなく黙々と走り続ける。カリウキはスピードよりもスタミナに自信がある。陸上競技の中で最も長い距離を走るマラソンが自分の輝く場所だと考えている。生きていくフィールドが、マラソンというふうに思っているところもありまして、練習に対してはしっかり取り組んでますし、マラソンに必要なことを、食事だとか休養だとか、セルフケアだとかっていうところにしっかり取り組んではいるというのが私の感想ですね。センターライン寄りにはカリウキが豊富を走るのは2回目。去年はペースメーカーとして30キロまで選手を引っ張った。この時豊富との相性の良さを感じ、今年は選手として走ることを決めた。去年ペースメイクした30キロまで余裕とイメージはいいで、だから今年トライして、はい、そうです。2時間7分台の選手も何名かエントリーしてますんで、おそらく30キロ35キロ以降の勝負になってくるかと思いますから、そこら辺の、これまでは彼も優勝経験がないので、しっかり先頭でゴール勝ち切って、先頭でゴールするという経験をしてもらいたいなと思います。カリウキがある写真を見せてくれた。ケニアで暮らす妻と娘。ちょっと寂しい。毎日毎日電話。電話で毎日エールをくれる。どんなことを話すんですか？練習どうですか？奥さんから、娘はダディだけ言ってる。今年の前半は調子が上がらず、夏に一度ケニアに戻り、コーチトレーニングを積んだ。愛する家族と過ごすこともでき、心身ともにリフレッシュすることができた。調子は上向いている。今大会最速の男、サイモン・カリウキ。今までの誰よりも早く、豊富の 42.195 キロを駆け抜けるつもりだ。2時間7分30秒頑張ります。Never give up.
マラソンは30キロ超えてからが勝負とは言いますが、うん、ペースメーカーの時も余裕がありましたよね。そうですね、今2時間7分30秒というお話でしたから、大会記録8分16秒ですから45秒余り更新を目論んでいるということになりますよね。そうですね、見たいですね。フォームも腰が高くて、あ、走りそうって今見てて思いました。足が長い、はい、母国にいる家族にもこの抱負からいい報告をしてほしいなと思います。狩幸選手でした。